夏の高知大会を制し、春夏通じて初めての甲子園出場を決めた高知中央高校野球部。今日学校では高野連の関係者や保護者が集まり、チームを激励する壮行式が行われました。大会4連覇を狙っていた明徳義塾と、選抜に出場した高知を破った高知中央。甲子園初出場で初勝利の期待が高まる中、チームを代表して西岡キャプテンが決意を述べました。夢だった甲子園という場でプレーできることを、これに全力でプレーしたいと思います。粘り強くミスをなくしていく野球をしたいと思っています。まず一勝を目標として頑張りまして、高知県代表として本当に全てにおいて恥じない振る舞いをしていきたいと思っています。高知中央はあさっての早朝に甲子園へ出発。夏の甲子園は来月3日に組み合わせ抽選会が行われ、6日に開幕します。